男子に続きまして今度は女子をご覧いただくわけなんですが、解説は NHK 杯4連覇を達成しましたの加納弥生さんをお迎えしておりますが、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の NHK 杯女子の見どころといいますとどの辺になりますか？そうですね、もう挑戦している選手たちのほとんどがもうオリンピックをの経験がないですから、もうこの機会にもうその7人の枠に入ろうという、もうジュニアからあの年齢制限がありましたので、はい、枠が外れてあの15歳になったばかり の、 あの、まあ、今高一トリオで騒がれてますけれども、そういう選手たちの活躍が期待できますね。そうですね、はい、中心は高校1年生なんですよね、はい、今日本の女子はね、はい、加納さんは NHK 杯4連覇の中で最終選考会モスクワオリンピックの代表に決定しながら幻と終わってしまった、まあ、その悔しさを感じていらっしゃると思うんですが、起点にその加納さんの解説でご覧いただきたいと思います。さあまず平均台に注目していただきましょう。女子の持ち点はご覧のようになっています。1位が真田真紀子、高校1年生朝日生命体操クラブ、2位が瀬尾、3位篠田、そして4位が森美恵子朝日生命社会人、5位井上、同じく5位が森村です。以下7から森尾、三沢、望月という持ち点でスタートしています。さあそれでは現在女子のこの規定演技生放送でご覧いただきますが、平均台和田沙和子の演技です。加納さんは和田選手を日本体育大学に迎えまして今実際に指導していらっしゃるわけですね、はい、大学生になって和田さんはどんな練習ぶりですか？そうですね、まだ2ヶ月あまりですけれども、コツコツと特に努力してくれるので助かります。またあの経験も豊富ですので、もう試合なんかではもう堂々と演技してくれると思います。もうジュニア時代から大活躍した選手ですよね。そうですね、日体大の短期大学部1年生、女子の規定演技生放送でご覧いただきます。この平均台の規定、はい、どの辺に選手にとっては難しさがあるんでしょう？そうですね、これからあると思うんですけども、後方ブリッジから後転跳びで、普通ですと両足で着地するんですけれども、片足でそのしかも後ろの足をバランス上にキープして着地するという、その場面が来たら指摘していただけますか？はい、そうですね、はい、ここからなんですけれども、はい、うまくいきましたね。後転跳びで後ろに飛んだ後足を床に平均台上につけないでそのまま高く残しておくということが要求されているので、選手はその点が一番ポイントだと思いますね。演技時間は1分10秒から1分35秒の間に終わるということになっています。こういう力の倒立でも女子特有の開脚度が180度ということが要求されますので、和田選手の場合は少し不足かなというところがあります。ここからが終末技ですけれども、側転で後ろ向きで後ろ跳び2分の1前方宙返り、この技も、抱え込みの前方宙返りなど高くしかも遠くに回った後に体を伸ばすことが要求されてますので、まあまあの出来でしょうかね。そうですか、はい、とにかく高校生主体の今日本の主力ですから、大学生がどこまで頑張るかというのは順位とは別にね、価値あることだと思いますよね。はい、もうそれはもうジュニア時代から和田選手の場合は活躍してますので、ね、ええ、大学になってからも今度は大学選手らしい活躍をしてほしいですね。一種目目平均台というのは選手にとってはちょっと緊張があると思いますが、そうですね、さすがにほっとした表情、大学生になりましたがジュニア時代からこんな可愛い表情は変わってませんね。
そうですね、大学に入ってから余計ほがらかになりましたね。和田の得点は 9.05 でした。続いて優勝候補の一人、瀬尾京子の平均台。さあ、同じ決められた演技をするこの規定なんですが、加納さんはテレビを見ている皆さんにですね、どういったところを見るとその規定にならではの楽しみがあると思いますか？そうですね、動きも技も全部決められてしまっていますけれども、その中でその選手の持っている個性がまあどれだけ出ているかっていうのを見てもらえれば、あとはその決められた技をどれだけ正確に実施しているか見てほしいですね。採点はもう10点満点から単純に減点していくわけですよね。はい、ね、はい、悪い箇所に関してはもう全て減点法です。はい、自分で演技をしてましてしまったと思った感じっていうのはもう今なんて言ったのかなっていうのは分かるもんですか？そうですね、細かなふらつきとか与えられた、まあ、決めですとか着地のところで動いた場合は分かると思いますけれども、選手はもう練習してきたことをそのまま出そうと思って演技してますので、まあそんなに細かい点までは考えてないと思います。二次予選の持ち点は第2位。あ、フィニッシュが綺麗に決まりましたね。これなんですよね、高さも伸ばしも良かったですし、しかも着地まで止まる、前方系の着地というのは着地するまで着地面が見えませんので、なかなか止まるっていうのは難しいんですけれども、瀬尾選手うまく止めましたね。この瀬尾と真田、さらには篠田、高一トリオと言われていますが、この大会の、そしてさらにはソウルオリンピックの日本の主力でなるであろうと言われていますが、まずまずの演技、かなりの得点が出ますか？そうですね、やっぱり着地まで決められるということでかなり追い込んでますので、いい得点が期待できそうですね。さあ、それでは続いて真田真希子の跳馬をご覧いただきましょう。真田選手は跳馬を得意種目としてますので楽しみですね。はい、跳馬の女子の規定は抱え込みの塚原跳びということになってますね。はい、けれども抱え込みだけでなく、今はその後に伸身性に伸ばしてから着地するというふうに変わってますので、そこまで追って、しかも着地まで決めてくるんではないでしょうか。その伸身性まで伸びたかというところは、今伸びてましたね。後半斜めに足の方向が伸びてるんですけども、ちょっと惜しくも着地は動きましたけれども、この選手のいいところはここから馬入りまして、ここからの肩の突き上げが非常にいいんですね。馬の上に伸びてますね。はい、回ってるのがもう馬の遥か上空というここですね。はい、肩がもう高くで、ここで着地までが決まるともう 9.5 以上はもう出てくるんですけれども、先ほどご覧いただきました瀬尾の平均台は 9.25。 まずまずの選手、ね、そうですね、はいはい、今篠田選手が、真田選手が跳馬の得点を待っておりますが、三鷹大中学3年から今年二階堂高校1年、得点が 9.80。 やっぱり高さと飛距離というものが評価されたんだと思います。そうですね、素晴らしいスタートを切りました。真田真希子決まればあれが 9.85、 あるいはもう9近くまで出てくるということでしょうね。9.80 は立派ですが、世界に向かうためには着地も補聴頑張ってほしい、ね、頑張ってほしいですね。期待される選手ですからね。小学校2年生の9月から体操を始めました。愛知県出身、朝日生命体操クラブ二階堂高校1年、昨年ロッテルダムの世界選手権の日本代表にも選ばれました。持ち点はオリンピック選考トップでスタート、しかも最初の種目跳馬で 9.80 の高得点。
続いて篠田の1種目目はゆかです。朝日生命体操クラブで同じく東京二階堂高校の1年生です。全日本2連覇。今年はこの篠田と真田、はい、まあ、優勝争いとしましてはね、かなり厳しくなってくると思いますがね。そうですね、あの真田選手はもう去年ぐらいからぐんぐん力をつけてきましたので、まあ、上り調子ですし、期待できるところですけれども、篠田選手も2連勝ということで、あのかなりもう試合も数こなしてますので、経験が豊富ですから、まあ、譲れないというところでしょうね。今日は朝日生命体操クラブはグリーンのコスチューム、新品だそうです。この大会用に揃えました。ね、さあそのコスチュームで演技を始める篠田美穂、16歳です。シリーズは何回入ってますか？3回になってます。これが1本目のシリーズで、屈伸から伸身の後方宙返り。篠田選手は足腰が強いですので、あの宙返り系は高さがあるということで定評があります。はい、飛び側転、はい、ここからコーナーに来まして2本目のシリーズになります。3つのシリーズの中で難しいのは2本目、これでだと思うんですけどね。前宙から前方展開から、あの飛び込み前転、あの3つの技がつながりまして、しかもあの宙返り系が一つ前半に入って、後半にもう一つ浮いた姿勢からの前転ということで、ここからもこの3つの1回目2回目、この次にもう一つあるんですけども、ジャンプの開脚姿勢もやっぱり注目していただきたいですね。が最終のシリーズで、はい、後方の伸身の片足割りの宙返り。篠田のゆかでした。途中少し膝立ての姿勢で動くところでちょっとぐらついたようですけれども、うん、なかなか思い切った演技でした。もう演技は安定してますね。そうですね、あの規定も4年目に入りましたので、選手もかなりの練習をこなしてますので、はい、ちょっとスローで見ますと、伸身の時に膝が少し緩むのが気になりますけれども、やっぱり体操競技で膝の曲がりというのは特に注意される点なので、ああいうところでも膝をきちっと締めて行えるように努力してほしいですね。塚原千恵子コーチですね。メキシコオリンピックの代表、現在篠田選手を指導しています。さて続いて同じくゆか、森美恵子22歳、朝日生命。膝はきちんと伸びてますね。ベテランといえばもうこの人、ね、順位もあんまり高得点は出ないんですが、総合順位はいつも上位に来ているという、はい、あの森尾選手と同年代になるわけなんですけれども、この選手は高校卒業後すぐあの朝日生命に入社して、朝日生命体操クラブで練習してますので、まあ、森選手はもう体操のまあ基本技っていうのが特に上手なんですね。そういうところで、まあ、地味なんですけれどもいつも上位に入ってくるという、まあ、でもチーム戦なんかでは特に貴重な存在だと思いますね。そうでしょうね、はい、はい、高校生選手の良き相談相手でもあります。昨年のロッテルダムの世界選手権代表。顔の表情がもう少しあったらと私なんかはいつも思ってるんですけれども。なるほど、はい、確実な演技でした。そうですね、あの床運動は女子の花とも言われますので、
やっぱり本番とか、まあ、国際大会行きますと、もう少し表情をつけて動いてほしいなっていうのは私の希望なんですけれども。なるほど。表情もやっぱり大切ですよね。採点競技ですからね。そうですね。人間が人間を採点するというのは体操競技の面白さでもありますが、全体の雰囲気に出てくると思うんですね、そういうことは。さて、先ほどご覧いただきました篠田の床の演技は 9.65。最後のシリーズをご覧いただきました。女子は第一ローテーションが終わりました。第27回の NHK 杯体操、今年は福井県の鯖江市総合体育館で行われておりますが、今日は鯖江の方は最高気温が22度、平年よりも2度6分低い気温、梅雨入りを思わせるような雨が降ったり止んだりの鬱陶しい天候となっております。さて、オリンピックの話題といいますと、今日日本体操協会からオリンピック派遣選手団の役員の方が発表されまして、監督は遠藤幸男、男子体操競技委員長、男子コーチ平田、女子コーチが塚原光雄、そして男子チームリーダー梶山、女子チームリーダー塚原、そして男子審判員は先ほど解説をお願いしました剣本さん、そして渡辺さん、 FIG アシスタント三輪、男子審判部員です。そして女子審判員が加藤博子さん、以上のように発表されております。そして明日男女14人の日本選手団体操競技が決定するわけですが、それでは1種目目平均台井上選手の演技を VTR でご覧いただきましょう。井上麻子、朝日生命体操クラブです。この選手も体の線が綺麗ですので、平均台などは得意種目にしてます。二次予選の順位は第5位、規定は第3位でした。去年の全日本は第5位、二階堂高校の2年生です。ここで1回ターンをします。井上選手はこの平均台規定は得意ですと話してましたね。あ、そうですか、楽しいですね。自由も得意なんですが、どうでしょうか、規定自由というのは大体その種目同じように得意とするものですか。選手によって違うと思うんですけれども、やはり同じ種目をやらなきゃいけないということで、規定の種目が強い選手というのは強いですね。不得意なものが入っていたりしますと、規定の方に練習するのに時間をかけてしまうので、自由の方が追えないということにもなりかねませんので。はい、この倒立の姿勢は井上選手素晴らしいと思いますね。足がもう180度以上にきちっと開いて、しかも膝つま先までがきちっとまっすぐに伸びている、はい、綺麗ですね。フィニッシュも決めて得点が 9.70 が出ました。高得点ですね。素晴らしいスタートを切りました井上麻子です。先ほどご覧いただきました森の床の演技は 9.30 という得点が出ています。スローで言いますと本当に綺麗な線が浮き出ていますが、そうですね、欲を言いますとちょっと開く時期が遅いですね、もう少し違いが高くなりまして、回転がついてもう少し高い位置から伸身姿勢をスパッと見せますと、もっといい演技になるんですけど、グリーンのコスチューム、黄色いリボン、鮮やかですね。朝日生命体操クラブ、このユニフォームで登場したのは初めてで、場内に登場した時はファンがあっと驚きましたが、はい、映えますね。レオタードでグリーンを使うっていうのはちょっと少ないんですね、今までに。そうなんですか、はい、そういうこともありまして目立ちますね、やっぱり。 9.70 が出ましたので、こうしてウォーミングアップをする時もやっぱり表情というのは違うんですね。さあ、第2ローテーション段違い平行棒からご覧いただきますが、品川クラブの高倉選手の演技からご覧いただきましょう。この品川クラブも名選手を生んでまいりました。高倉1種目目の跳馬は 8.95、
今、二種目目、段違い平行棒。段違い平行棒で要求されますのはやっぱり振りの大きさと確実な倒立姿勢ですね。今1回目です。でここから2回目ちょっと流れましたね。で後半にここでもう1つで本転倒立のところでもう1つ、まあ無難に通したっていうところなんでしょうか。やはりスイングの大きさですとか倒立の姿勢の確実さですとかそういうところで少し物足りなさを感じるんですけれども、まあ、要求された部分では、まあ、無難にこなしたというところで、ここですね、前振りから振れ戻って倒立、少し流れてますね、胸が少し抜けているのと折り技のところですね、本転倒立から後方の伸身宙返り、まあ、状態は後方の高さまで引き上がってますので、まあまあですけれども、やはり着地が止まらないっていうので全体最後が決まったっていう感じが今一つ欠けるんですね。男子からそして女子をご覧いただいていますが、各種目なかなか止まりませんね、着地がね。そうですね、もうこれはもう最後のもう課題ですからね、全部の中身をきちんとやった後にまでフィニッシュを決めるということで、もう選手はもう ここの着地が止まったらもう中身が失敗してても特にいい気分になってしまうようなところありますので、審判もそうじゃないですかね、最後がピシッと決まれば。そうですね、その印象はだいぶ違ってきますよね。あるでしょうね。今日は各種目5人の審判で行われております。後ほど点はご紹介することにしまして、出ました、高倉の段違い平行棒は 8.55 でした。床に移りましょう。瀬尾の2種目目です。瀬尾1種目目の平均台は 9.25 というまずまずのスタート。瀬尾選手はまあ全般的に規定よりも自由が強い選手ですね。小柄なせいか、技がふんだんに入ってますので、はい、自由の時はもう生き生きとやってますので、そうですね、規定は慎重にやってるんじゃないでしょうか。選手としてもそれなりの作戦はあるでしょうね。自分の特徴がありますから。はい、そうしますと瀬尾選手としましては確実に規定をまとめて明日の自由で勝負したい。はい、まあ、多くの選手は割とそういう考えを持ってますね。なるほど。はい、38センチで32キロ。高い宙返りですね。身長のもう頭の上で屈伸伸身の姿勢を見せました。ここからが第2シリーズですね。ここの前宙と飛び込み前転の高さはもう同じぐらいまで要求されてますので、宙返りが高くなれば高くなるほど次の飛び込み前転も高くしなければいけないという課題があります。瀬尾の2種目目ゆかでした。全部のシリーズに関して終わりが少しずつ動いてるんですね。他の種目ですと着地っていうのははっきりありますけれども、ゆかの場合は全部のシリーズの後が全部着地っていうことになるんですけれども、1本目3本目の着地の後に少しずつ動いてたっていうのはちょっと惜しいところですね。減点対象、女子規定演技集冊子があるわけなんですが、その冊子を見ますと細かいところまで
減点項目が仕上がってるんですよね。でそれの減点をされないようにと選手はもう努力して出さないように技を確実に覚えて練習しているわけなんですけれども、はい、どうしても宙返りやいろんなところで勢いがつきますとなかなか着地まで決めるっていうのがやっぱり難しいんですね。でそういうところで着地っていうのをよく体操競技で着地が決まれば全てよしと言われるところはそういうところがあると思うんですね。はい、例えばロンダーのロコモクを見ますと足を閉じるのが遅い減点 0.1 心身不十分 0.2 までとか、はい、もうこういった細かい規定ができてまして、まあ、我々5人の審判もですねよくそこまでこの演技の流れの中で採点ができるもんだなと思いますがね、はい、さあ跳馬をご覧いただきましょう。篠田の2種目目です。はい、跳馬の規定は篠田得意としています。1種目目床は 9.6 度、2種目目おっ決まった。やっぱり追ってますね。吸い込まれるような着地、はい、篠田選手もさすがもう経験ではもうベテランに入ってきてますね。もう着地まで決めるところがもうさすがだ、さすがですね。ただちょっと後半の抱え込みのこの膝の姿勢がちょっと不十分なのが気になるんですけれども、伸ばしはもう十分あります。規定種目は抱え込みの範囲宙返りということで腰と膝の角度がやっぱり90度ということが抱え込みの規定にされてますので、ええ、ちょっと篠田選手の場合はその部分がちょっと甘いと心配したんですよ。去年の世界選手権跳馬で思わぬ落下をしましてね、完全に立ち直りました。段違い平行棒真田の2種目目、この人は手が長い足が綺麗な線が出ますのでこの段違いも見栄えがします。はい、真田選手も肩が強いですので平行棒は得意種目としてますね。いい技ですけれども決まりました。決めてきますね。倒立は今4回きちんとあったんですね。はい、ここは1回目のところですね。でこの後前振りから振り戻って、はい、きちんと少し流れてますでしょうか。今止まってたとか3回ですね、はい、今のが4回着地は決まりました。そうですね、世界に行きますとこれにもう1回増えてくるさばきをするんですね。後で多分瀬尾選手がやってくれると思いますので期待したいです。はい、さてその瀬尾の先ほどご覧いただきました床は 9.25、 そして篠田の跳馬は 9.40 です。篠田の跳馬は 9.40 45でしたね。やはり先ほどの真田選手なんかと比べますとやはり抱え込みの姿勢が甘かったというところで高さはあったんですけれども減点対象になっていると思います。床の演技は今度は山中日体大です。なお篠田の跳馬の得点は 9.40 です。今年大学1年生日体大コーチは解説をお願いしている加納さん、この選手のいいところは身長と、スケールの大きい演技が見どころなんですね。ただその身長の高さを少し、最近ちょっと使い切れてないところがちょっと心配の種なんですけれども、演技はもうフロア全体を使ってもう大きく動いてます。高校生が多いこの全日本選手の中で大学生の選手が登場しますとさすがにお姉さんっぽく見えますが大学1年生、ね、はい、二次予選まではもう本当に大学生がまだまだ多くいたんですけれども、ええ、やはり最終選考会まで残ってくるとなるとだいぶ数が
限られてきてしまいますね。その中の一人ですから貴重な存在でしょうね。モントリオールの世界選手権代表にも選ばれたことがあります。163センチ、50キロ、大学1年生山中陽子のスケールの大きな演技が終わりました、はい。まあ、いつも練習で見てますので今日はまあなかなかの演技だったと思います。そうしますと練習よりもむしろ本番の方がいい結果が出ましたか。このくらいはどうなんでしょうね。彼女の力を持ってすれば本人も大学来るっていうことで今度はきっとオリンピックへの挑戦は最後だろうということで一応頑張ってるんですけれどもね、やっぱり18、大学1年ということでなかなか体を絞るということが大変なわけなんですね。もう大学生はこれからも体重との戦いだと思います。なるほど、節制はしてもね。そうですね、うん、グラムとの戦いですからね。そうですね。我々 NHK のために資料をいただくんですが、体操の選手は必ず身長は 162.1 センチ、そして体重は 46.2 グラムとグラム単位まで書いてくれるんですよね、はい。その辺いかにこの競技会とは離れた体重調整、はい、苦しいのか分かりますが、ね、45.5 というよりも 45.2 と言って300が軽いんだということを、ええ、やっぱり自分でもそう意識したいんでしょうね。それによっても演技が微妙に変わってきてしまうんでしょうね。そうですね。女子は現在第2ローテーションが行われております。高校生トリオが上位を占めるのか、そして今ご覧いただきました山中、あるいはロサンゼルス代表の森尾、望月、こういった先輩選手がどう挑んでくるのか。第27回の NHK 杯第1日規定演技が行われております。さあ、ご紹介しましたその森尾が床の演技です。森尾選手ももう大学4年生ですからね、もうかなりもうベテラン中のベテランということです。昨年から比べましてヘアスタイルを変えましてイメージチェンジをしてますね。おやっと思った方もいらっしゃるかと思うんですが、そうですね、大学4年生22歳、この大会出場の24選手の中では最年長になりますが、もう一人先ほどご覧いただきました朝日生命の森選手が22歳です。そうですね、森尾選手もこの規定をかなりやってますのでいろんなポイントは心得ていますので、もう、はい、倒立の360度以降、ちょっとバランス崩れましたけどしっかり立て直しました。森尾1種目目平均台は 9.35、今2種目目。同じ日本女子体育大学のロサンゼルス代表望月選手は1種目目 9.10、 そして2種目目の平均台は 8.50 という成績です。失礼、 9.40 という成績です。さすがにもう余裕のある顔ですね、はい、演技が終わって今にっこりしましたが、はい、あんまりこうした表情は見せなかったですよね。何かこう落ち着いた中にもこの大会にかけるというね。そうですね、大学生活で最後の大きい大会へのチャレンジですからね。そうですね、さすがに演技は確実ですか。はい、もうここの屈伸伸伸の姿勢の見せ方でも屈伸から伸伸に作りながらもまだもう一つ起こして見せようとするところがやっぱり森尾選手のいいところです。はい、先ほどご覧いただきました山中の床は 9.00 という成績、そして西山体操クラブの七原選手の床です。オリンピック選考持ち点では七原という正のぴったり第7位でスタートしました。偶然でしょうか、ええ、この選手も去年ぐらいからポツポツ全日本の上位の方入ってくるようになったんですけれども、この冬でかなり伸びましたね。
京都の西山体操クラブ、1種目目平均台は 8.90 で、今床の2種目目、どの辺に特徴がありますか？はい、やっぱり跳馬、この床ですとか、まんべんなく強いんですけれども、特に跳馬、床のこのタンブリングの強さ、そして高さなどはもう光ってますね。あとまた身長も結構ある上に、かなりスリムなこのプロポーションで、線が、大きいっていうのが、最生命の選手がもうちょっと小柄なのに対して、やっぱり大きさが目立ってますね。 158.5cm 46kg、 京都西山高校、いわゆる学校体育の中の選手、2年生。やっぱり先ほどの森尾選手なんかと比べると、やっぱり最後のポーズ一つに対しても、あの全身のでこう決めるというところがちょっとやっぱり欠けるんですね。やっぱり経験の少なさっていうんでしょうか。2本目のシーズはなかなか良かったですよ。心から高く飛び込んで前転。二次予選の第7位は本人もびっくり、オリンピックはまだまだ遠い存在です、目標はインターハイですと謙虚に話してくれましたが、なお先ほどご覧いただきました森尾の床の得点は 9.20。 さあ、それでは森美恵子選手の跳馬を VTR でご覧いただきましょう。抱え込みの塚原が規定です。着地は動いてしまいましたね、はい、あのスピードといい、伸ばしといい、なかなかいい出来だったと思います。あのそれと、あの塚原跳びの前半なんですけれども、跳び、踏み切って側線に入るまでですね、足が開いているのが少し大きいような気がするんですけれども、今ご覧いただきましたこの森の跳馬の得点 9.45 でした。さあ、2種目女子の規定は終わりまして、 NHK 杯の順位をご覧いただきましょう。1位が真田 19.20、 2位篠田 19.05、 その差が 0.15 です。そして3位が2人で、井上麻子と森村ゆき子。5位が森美恵子 18.75、 6位森尾舞子、そして7位が2人おりまして、望月のり子 18.50、 瀬尾京子 18.50。 今ご覧いただいておりますのは、これはウォーミングアップなんですが、 NHK 杯の2種目終わった段階の順位をご紹介しましたがね。そうですね、この真田選手がトップ、はい、そうですね、注目されるのは望月のり子選手も現在7位、頑張ってますね。そうですよね、はい、瀬尾京子選手が第7位、はい、それから同じ大学生の森尾選手も第6位と、はい、この NHK 杯の順位、手元の集計ではなかなかお姉さん選手も頑張ってきていますね。さて、加納さんはあのモスクワオリンピックが幻と終わりましたよね、はい、もうだいぶ前になりましたが、今振り返るとどんな感じがしますか？そうですね、今から思えば本当に出たかったっていう思いがもうほとんどなんですけれども、当時はもう猛練習の中で合宿がもう減って、一つ試合が減ったということで、貪欲にも良かったななんて思ってしまってたんですよね、うん、でも今女子の選手生活もかなり厳しいので短くなってますから、1回オリンピックを逃すとその次4年後っていうと、もうかなり変わってしまうんですね、ええ、そういうことを考えますと、私も一番いい時期に行けたはずなのにと思うと、なんであの大会だけボイコットしてしまったのかなっていうふうに思いますけど、うん、
本当にチャンスはね、特に女子の場合は短い期間ですから ね、この森尾さんはロサンゼルスに続いて、はい、ソウルも連続出場を狙っておりますが、その注目のオリンピック最終選考の順位、手元の集計2種目終わった段階で1位が真田 57.20 で、2位篠田 56.875、 3位森美恵子が入って 56.400 で、4位瀬尾 56.338、 5位井上と森村、そして7位が森尾です。そして8位が七原、こういう集計で2種目を終わりました。なお先ほどご覧いただきました七原のゆかは 9.30 でした。さあ第3ローテーションに入ります。跳馬にご注目ください。瀬尾の跳馬です。オリンピック順位は瀬尾は現在第4位、初のオリンピックを狙う瀬尾。着地はちょっと後ろ、ね、ちょっと飛んでしまいましたけれども、なかなか高さとスピードがあって良かったですよ。この人はもうゴムまりのように弾みますね。そうですね、篠田選手の足腰の強さっていうのは、まあ、足が強いなという感じなんですけれども、瀬尾選手っていうのは全身から感じられますね。はちょっと後ろに、そうですね、着地を止めるときというのはもう膝を使わなければいけないんですけれども、やはり勢いに任せて足をふんと伸ばしてしまいますと、止められるべきであるのに動いてしまうということがあります。続いて井上、規定は一発勝負です。同じように着地が後ろに、そうですね、でも瀬尾選手なんかと比べますと、まあ、井上選手自身が、まあ、跳馬をあまり得意としてないせいか、ちょっとスピードと高さがちょっと不足しているですね。抱え込みから伸ばしの時期も早いんですよね。でちょっと低い姿勢での着地ということで、はい、この部分はちょっと減点されると思いますね。ちょっと膝の抱え込みが甘いですね。やっぱり90度というところであれだけ伸びてしまいますと、井上は1種目目の平均台が 9.70 で好調なスタートを切ったんですが、床が 9.15 に終わっています。今3種目目が行われております。続いて山中の跳馬をご覧いただきましょう。この人の跳馬は加納さんどうなんでしょうか。あまり得意じゃないんですね。本人 もう跳馬は私好きではありませんというような感じで苦手の種目に挙げていると思うんですけれども、二次予選ではちょっと尻餅をついて失敗してしまったんで、今回はしっかり立ってもらいたいですけれども、はい、さあどうでしょうか。山中着地まずですね、ちょっと足を一歩後ろにずらして止めたようにごまかしましたけれども、この跳馬を飛ぶ時の厳しい表情と、ね、右足は動いてないんですけれども、うん、左足がちょっとずれてしまう、まあ、確実には、まあ、止まったとは言えないんですけれども、まあ、だいぶ演技を終わった後の表情は違います、ね、緩んでましたよね、はい、やっぱりほっとした感じが分かりますよ。そうですね、確かに競技が進められていくと、競技終わっても厳しい泣き出しそうな表情で帰ってくる選手もいれば、はい、だんだん表情が緩んでぐんぐん前に進んでいく選手と出てくるんですよね。やはり規定問題ということで選手はちょっとやりにくいということがあるんですね。って言いますのは、やっぱり自由は自分の得意の技なんかを入れてますけれども、規定というのはもう全員決められた構成で決められた技でしますので、そう失敗したりなんかすると目立ってしまいますので、選手はそういうところが少し緊張になってしまうんじゃないかと思います。山中の跳馬の得点は 9.25、
そして瀬尾が 9.50、 井上 9.15 です。画面は変わりまして篠田、段違い平行棒に移ります。篠田は2種目終わって第2位、 NHK 杯得点。オリンピック選考は第3位、オリンピック選考は第2位です。段違い平行棒、先ほど言ってますように、振りですとか倒立の他にやはり余分なところで足を開いてはいけないということにもなってますね。ちょっと振り上げとかいうところでちょっと足が開きそうっていうのをちょっと我慢しているところが見えます。着地はぴったりでした。そうですね、一番最初に上がり技から下バーに移動した後に手上がりの上輪持ちがあるんですけれども、その時に少し開いてましたね。ここは倒立から移行してきちんと倒立で終わってますね。前振りの高さもバーまでで十分です。ここから振れ戻って倒立、最終の本転倒立、少し緩むんですね、ああいうところで、そういうところがもう一つ下半身の締めがきちっとできると篠田選手もっと良くなるんですけれども、降りは素晴らしいですね。足の放り込みから上半身の引き上げがものすごくありまして、滞空時間が人のよりもなんか長いんじゃないかなという感じがあります。二次予選でも規定第1位で通過してますので、はい、さすが全日本を2連覇するぐらいですから、規定にも安定感、自信があるようですね。そうですね。しかしこの篠田選手の段違い平行棒の得点をめぐりまして、今5人の審判が集合しておりますが、どの辺でしょうか。段違い平行棒は女子は主審奥主、一審北川、二審中村、三審渡辺、四審川崎というメンバー。男子からずっと競技の流れを見てまいりますと、あまり揉めるケースはありませんでした。振りや、要求されたところは確実に行ってましたけれども、やはり要所要所での膝の緩みとかで少し点数が割れているのかもしれませんね。さあ、それでは後ほど篠田選手の得点をご紹介することにしまして、真田の平均台をご覧いただきましょう。選手は手足が長いですので、もう手を上げて伸びた姿勢になるとすごくものすごく大きく見えます。そういう選手に限って割と小さなぐらつきというのはちょっと目立ちやすいんですけれども、ここまではちょっとまずまずですね。ここからが一つのポイントになってます。後方ブリッジからちょっと静止しちゃってですね、ちょっと足の残しはちょっと短かったですけれども、瞬間にきちんと後ろまで残ってますので、ここからが柔軟性を、要求される技です。ここはターンですね。はい、ここから倒立ですね。開脚の倒立から4分の1ひねって、ここからが最終シグマサウです。うまい一歩です。でも思い切って蹴って、思い切って伸ばして、高さはもう十分でしたので、そういうところで少し後半の体の調節がうまくいかなかったので前へ飛び出してしまったんでしょうね。女子の規定の中でも加納さん、この平均台が個性が分かりやすいんだということなんですが、そうですね、やはり体型的に恵まれていますと
特に平均台などは静止というか演技自体がゆっくりですので、ええ、特にちょっと真田選手なんかはもう優位ですね。やはり開脚の姿勢が甘いとか硬い選手ですとそれなりにもうどんどん開脚姿勢が足らないということで減点されてしまいます。なお先ほどご覧いただきました篠田選手の段違い平行棒ですが得点は 9.75、 そして今真田選手の平均台の得点を待っているところです、はい、9.60 が出ました。真田の平均台です。今度は段違い平行棒に移りましょう。金谷です。札幌から代表は札幌アスレチッククラブ、北海道からただ一人です。とかく東京に集中しがちな日本の女子体操界、小石選手が北海道からただ一人参加しているというのは価値あることですよ ね、 ですね。練習環境にはあまり恵まれていないそうなんですが、おととし頃からジュニア体操界では頭角を現してまいりました、はい、これから段違い平行棒に挑みます。この金谷は1種目目の床が 9.05、 跳馬 9.35、 3種目目の段違い平行棒です。この選手は床と跳馬が得意なので平行段違いの方はどうでしょうか。この倒立ですね、ここから振り戻って倒立、はい、ちょっと全体的にスピードが遅くしているなという感じがするんですけれども、150cm 45kg、 札幌の森和高校の1年生です。課題はそうしますとスピード感。そうですね、この選手私も 2,3 年前からちょっとだいぶよく知ってるんですけれども、出た当日のやっぱりもう小さくて細くてもう本当に男の子のような感じで私から見てはこの子は伸びるなと思ったんですね、勝ちきそうなのがすごく惹かれましたのでやっぱり予想通り伸びてきたんですけれども、ここをちょっと女らしくなってきちゃったのでそこがこれからの課題でしょうね。まだ高校1年生です、はい、昨年全日本は20位、昨年 NHK 杯は13位に入っています。昨年女子のジュニアチームがロッテルダムの世界選手権の見学を兼ねて遠征に出たんですが、はい、そのメンバーにも入っておりました金谷。では望月のり子の床をご覧いただきましょう。1種目目の跳馬が 9.10、 2種目目段違い平行棒が 9.40、 NHK 杯得点は2種目終わって第10位の望月のり子、オリンピック連続出場を狙います。望月選手ももう大学3年生ですね。もう時の流れの早いことで、もう、この選手はもうだいぶ大人っぽくなりましたので、はい、演技にもそういう面が出てくるでしょうか。42年の7月16日生まれで21歳、体操を離れれば家では料理を作るのが得意だという望月のり子、全日本も2回優勝しています。ロッテルダムの世界選手権の代表選手、なかなか大きな試技ですね。こういった最終選考になりますとキャリアがねかなりのウエイトを占めてくるでしょうから、やはりこういう大きな出場権がかかった大会なんかでは強いと思います、何度も土壇場を経験しています。そうですね、大学3年若い力にどれだけ食い込んでいけるでしょうか、
ぱり決め方はベテラン選手ですね。やはり森尾選手なんかと同様に上手ですね。どの辺でしょう。そうですね、一つのポーズにしましてもただ形をたどるだけでなくて最後にまた手がもう 1,2 センチ伸びるんだっていう具合にもっとぐっと伸ばしていくっていうところでやっぱりもう一つ一つのポーズが大きくなるっていうところでやはり経験を積んだこういう望月選手なんかはもう上手ですね。望月は2種目終わった段階では NHK 杯得点は第7位、そしてオリンピック選考得点は第10位、オリンピックの出場資格は第7位までです。さあこのベテランの望月あるいは森尾がどこまで食い込んでくるのか。さあそれでは演技終わりました平均台の森村選手の演技を VTR でご紹介しましょう。森村は NHK 杯得点が2種目終わって第3位、そしてオリンピック選考得点は第5位と健闘。この選手もこの一冬で伸びた選手ですね。群馬県の沢郡安座村の出身、二階堂高校の2年生、154センチ41キロです。昨年 NHK 杯は第12位。はい、かなり高い位置出しを残しましたね。まあ、森村選手も手足が細く長いのでもういい線が出てます。ただちょっと肘の動かし方がちょっと硬いので上半身の動きの柔らかさに欠けるっていうのがちょっとこれからの課題でしょうか。腕の肘の動き、はい、手先から手首から腕を動かしますと柔らかさに欠けてしまうんですね。腕の動きはクラシックバレーの基本通りに肘の方から、まあ、手先に向かって徐々に動かしていくっていうのが、まあ、課題なんですけれども、ちょっと肘の動きが硬いでしょうか。7人の枠に入ろうという森村、3種目目のこの平均台得点は 9.50 と出ています。なかなか高得点ですね。はい、折り技のところですね。側転から練って前方宙返りで、まあ足が少し割れてしまうのとやっぱり腰までしっかりも伸身性が伸びて見えるっていうのが課題なんですけれども、もう少し足らないでしょうかね。先ほどご覧いただきました金谷の段違い平行棒は 8.75、 望月の床は 9.40 です。では続いて段違い平行棒森美恵子 VTR でご覧いただきましょう。森選手はやっぱり段違い平行棒得意としてますのでかなりいい演技が期待できます。振りという点に関しては森選手後ろの振りが大きいですね。前振りも十分です。統一も確実に決めまして、はい、折り技です。森美恵子の3種目目、はい、スローでご覧いただきましょう。はい、これは週末技のとこですね。はい、綺麗に回転しましたね。はい、得点 9.80。 いや最高じゃないですか。森はそうしますと床 9.30、 跳馬 9.45、 今段違い平行棒 9.80 で3種目を終わっております。さあそれでは手元の集計です。 NHK 杯の順位をご紹介しますと1位が篠田 28.80、 同じく1位が真田 28.80 で並びました。第3位今ご覧いただきました森 28.55、 そして第4位が森村が入っています。5位は2人おりまして井上とそして瀬尾、第7位が望月のり子です。それからオリンピック最終選考得点が熾烈になってまいりまして1位は真田、そして2位が篠田、3位森、第4位が瀬尾、
第5位が森村、第6位井上、第7位が2人で7からと森尾です。さあそれでは段違い平行棒、今演技が始まったのが井上。女子の規定は最終種目の4種目目に入っています。ちょっとこなしたっていうところでしょうか。2回目の振れ戻って倒立した場での倒立が少し苦しかったですね。後ろの方に少し流れてしまったので倒立経過にはちょっとはまってません。ここですね。はい、折り技ですけれども、先をもう少し残しているとあそこでちょうど着地が止まるんですけれども、今日の井上は1種目目平均台 9.70、 ゆか 9.15、 そして跳馬 9.15 で今最終種目の段違い平行棒ですが、この得点経過は本人ちょっと不満でしょうかね。スタート良かったんですが、あと 9.15 台。どうでしょうね、選手は得点を気にしているでしょうか。女子の選手というのは得点合計していくんですか、頭の中で。男子の選手はよく計算しながらということを聞きますけれども、女子の選手は計算をしてっていう選手は少ないと思うんですね。平均台の篠田です。NHK 杯得点は現在真田に続いて第2位の篠田、28.80。篠田と並んでおります。今トップは2人、篠田とそして真田。NHK 杯も予想通り篠田真田のこの2人のライバル争いになってきましたね。篠田選手はジャンプがやはり高いですね。篠田選手のいいところというのは、強いこの足腰を生かしたジャンプですとか宙返り系が高いということなんですね。真田選手に比べますと少し足の線が不十分ということで、線の点から言うと真田選手の方が上でしょうか。でもどちらの選手が勝ってもおかしくないので、ミスを最小限にとどめた選手の方が結果が良かったということになるでしょうね。篠田は平均台、そして真田は最終種目はゆかです。この種目にやっぱり体の線が綺麗か綺麗ではないということはないと思うんですけれども、飛び抜けて綺麗だという選手は優位なんですよね。ここから顔です。良かったです ね、 いいですね。はい、今日はもう着地が全部止まってるんじゃないでしょうか。もう思い切った宙返りで高さも距離もありますし、ただちょっと着地の前に伸ばした後、ここからですけれども足が今割れてるんですね。ここからですけど、できれば着地をするときに足を開かないで着地をしてくれるまで追い込んでほしいですね。さあ続いて現在篠田とトップを争います真田、ゆかの演技が始まりました。屈伸の姿勢、選手のこのゆかの演技はもう丁寧にこなしているというのがよくわかります。
真田選手は宙返りの高さが全然ありますので、今のも高いですね。あとは丁寧にやってるっていうことがちょっと一つ一つの演技の流れがちょっと止まってるように見えてるっていうのは、もう少しの課題でしょうか。やっぱり曲が鳴ってますので、その曲に合わせて滑らかに演技するっていうことは、ゆかの永遠の課題ですので、こういうジャンプの着地の時でも丸く止まらないように次に移っていくと。NHK 杯得点は篠田とトップ争い、そしてオリンピック最終選考得点は現在トップの真田。第1日4種目規定の演技を終わりました朝日生命体操クラブの高校1年生真田真希子でした。さあスローでご覧いただきますが、はい、もう何か演技のこの流れは掴んできたという感じですね。そうですね、高いですね。ここは2本目ですね。篠田の先ほどご覧いただきました最終種目の得点が 9.80、 トータル 38.60 で第1日を終了。さあそうしますとこの真田がどのくらいの得点が出るかなんですが、得点ゲージを待ってますね。同点ですから 9.8 以上です。そうですね、 9.8 以上出せば第1日の NHK 杯得点のトップということになりますが、 9.8 というのはちょっと高得点なので難しいですね。篠田が 9.80 という高得点を最終の平均台で出しました。隣の塚原千恵子コーチもこの真田、あ、出ました 9.70、 わずか 0.1 篠田には及びませんでしたが 9.70 は立派な得点です。はい、第1日目規定 NHK 杯得点トップはどうやら篠田、そして第2位がこの真田になりそうです。目がクリッとしてまして、なかなかプロポーションもいいんですよね。はい、ですから海外に出ましても見栄えのする演技、そうですよね、はい、海外の審判にも高得点が出そうだと、はい、それだけに日本代表選手の中に入ってオリンピックで頑張ってほしいなという感じがしますが、はい、でまたちょっと真田選手は肩幅も広いですし、腰が締まってで、本当に体操選手にありがちな逆三角形のプロポーションなんですね。でそれでいてまた手足も長いということで、もう本当日本人離れしたプロポーションといいますか、はい、もう本当世界に行って活躍してほしい選手ですね。後ろの塚原千恵子コーチも特に期待を込めているようなんですが、あ、隣の篠田と仲良く並んでますね。そうですね、やっぱりこう見ますとやっぱ選手のそれぞれのプロポーションにも個性がありますでしょう。そうなんですよね、はい、さあ続いての演技は段違い平行棒です。和田選手です。日体大短期大学、今日の和田は平均台 9.05、 ゆか 8.90、 そして跳馬 8.85 で最終種目の段違い平行棒を迎えております。3種目を終わりまして NHK 杯順位が第16位、そしてオリンピック順位は第15位という和田、和田選手は少し平行棒の方は得意種目じゃないのでちょっと心配されるところですけれども、蹴上がり系の引きといいますか、腕と体を引き寄せる力が少し弱いものですから、どうしても上バー持ちですとかそういう関係上幅が狭くなってしまうんですね。で幅が狭くなるっていうことで振りが制限されてしまうんですね。そういうことでもう少し振り引き系が強くなると幅が広がるということで、和田選手はそこをもうちょっと鍛えてほしいなっていうところですけれども、
くるとしたこの顔立ちは男性ファンにもね人気があるんですが、そうですね、うちの大学の男子学生にも人気あるようですよ。そうでしょう、はい、大学1年生海外遠征も何度も体験しています。やっぱり和田選手もジュニアから大学入りまして、まあ、この選手が太るのかなと思ったんですけど、やっぱりここのところ少し丸いんですね。厳しいですね。はい、もう怒られていつも補強と走っていつも汗かいてますから。練習会場に入る前にはあの朝日生命体操クラブも必ず測りの上に乗って体重を確認してから練習開始なんですよね。そうですね、今どこでもそうでしょうね。あの技も難しくなってますので、まあ、怪我につながるってこともありますし、技を覚える点でも体がやっぱり言うことを聞かなければそれだけ時間がかかってしまいますので、はい、体重は特にどこでもうるさいようですね。さて和田の最終種目段違い平行棒、元気な声が出ました。ここですね、先ほどの引きというのが後ろの振りが小さいんですね。こいつでもちょっと足を開いてしまいました。今みたいな倒立でも少し胸が落ちてこう止まってしまったら減点対象になるんですね。後半の倒立なんか一応はまってますけど、折りは決まりましたけど、やっぱり折りの大きさとなりますと、その前の振りからの大きさに関係するんですね。そういうところで和田選手はこれからの課題はもう振りともう蹴上がりの引きでしょうね、はい、これから日本学生選手権、学生会の大会もたくさん続きますので、はい、日体大のレギュラーとして、ね、活躍が期待されておりますが、ね、和田の段違い平行棒、折りの部分ですね。腰を取るのがあの他の選手に比べてすごく深いんですね。あの後棒と堤防の間が狭いということでどうしてもそういうことが起こってしまうので、やっぱり振りが小さくて小さい折りになってしまうという。女子は24人がこの第27回 NHK 杯に参加しております。会場は福井県の鯖江市です。この鯖江はジュニア体操が大変盛んなところで、日本と中国の体操選手の交流も行っております。さて瀬尾の段違い平行棒、はい、この選手はこの選手にしかできないというさばきがありますので、ちょっと注目いただきたいと思います。なお技の得点は 8.55。この後ですね、倒立移行しまして、はい、ここでここまで回ってしまうんですね。振りがやっぱり倒立までが理想像ということで、うん、今世界的には何人かはこういうさばきをしているんですけど、日本ではもう瀬尾選手しかやってませんね。一度倒立まで入って手の握りが順手なんですね。でそのまま後ろに戻るっていうことで、ちょっと出ますか？出ますね。ここからですね、はい、このまま車輪で、はい、ここで倒立に来たとき順手のままここからそのまま握りを変えて後ろに行ってまた再び倒立ということで、これはもう日本の誇れるもう瀬尾選手だけのさばきですね。折りもなかなか高いですね。瀬尾選手も和田選手も身長の低さっていうんではあまり変わらないんですけども、瀬尾選手はやっぱりこういうところの引き振りが大きいのでこういうさばきができるということです、はい、さてそれでは三浦選手、朝日生命体操クラブの演技をご覧いただきましょう。 VTR です。失礼、現在これは生で行われております。この選手も可愛い選手ですね、はい、これからという選手ですね。そうですね、もうソウルオリンピックに年齢が引っかからないっていう選手はその次のバルセロナ用のもう規定問題が去年発表されてますので、こっちの方にも練習入っていると思いますので、はい、この規定をやるっていうのはなかなか大変でしょうね。三浦選手は15歳に至っておりません、はい、この大会は NHK 杯のみ、オリンピック選考の持ち点はありませんが、もうバルセロナに向かっての戦いも始まっているわけです。そうですね、こうしたしかし
選考会の雰囲気を経験していくだけでも次のバルセロナ予選は ね、いい勉強になりますね。役立つでしょうから、はい、でも小柄ですけれども演技は堂々としてますね。この三浦あるいは小菅といった選手が参加しております。現在フロアではこの三浦選手のみが演技をしておりまして、選手そしてファンが注目しておりましたが、なんていうんですかね、もう思い切ってとにかくやってるっていう感じがしますよね。そうですね、普段もちょっと伏し目がちでもう周りがまだよく見えないという感じがありますけど、演技は堂々としてますね。去年は全日本に18位に入ってるのは立派。そうですね、檻の部分ですね、はい、やはりこの選手も着地まで決めようということで、もうこの規定問題を完成させようと努力していたようですね。第1日目女子の規定4種目が終わりました。瀬尾の段違い平行棒は 9.70 という得点、井上麻香の段違い平行棒が 9.40、 そして三浦の平均台は今 9.25 と出ました。いかがですかこの三浦の 9.25 は。まあやはり演技の未熟さっていうのはあるんでしょうけれども、規定のその中の技の一つ一つの正確さっていうのがそういう点数に結びついたんでしょうね、ええ、はい、今朝日生命体操クラブの選手が集まって、ちょっと塚原コーチからねアドバイスを受けておりましたが、初日を終わりました。もうまあ無難にやれたということで選手もほっとしてるんじゃないんでしょうかね、はい、第1日目終わりまして NHK 杯得点は篠田が 38.60、 そして 0.1 の差で2位が真田 38.50、 そして第3位が森村の 37.85、 4位森美恵子、5位瀬尾、6位が井上、7位望月のり子、8位が森尾となっております。それでは NHK 杯得点第3位に入りました森村選手の床の演技を VTR でご覧いただきましょう。力はつけておりましたが、そうですね、3位まで上がってきましたか。そうなんですよ、頑張りましたね、今日は森村跳馬 9.35、 そして段違いが 9.50、 平均台 9.50 でこの最終種目のゆかでした。得点は平均してますね。そうですね、平均して力をつけてきたということでしょうか。やっぱりゆかの動きでも手の動きがもう一つ硬いっていうのがちょっと気になるんですけれども、タンブリングは1本目のシリーズかなり高い屈伸伸身の宙返りでした。2本目ですね、はい、ちょっと飛び込み前転のところで足が少し割れましたけれども前宙の高さは十分です。森村選手の肘の硬さっていうんですか、この選手は前に肘を怪我してましたので、それがまだしっかり治ってないのか、まあ、癖になってしまっているんでしょうか。綺麗な線が出るだけにやはり上半身主にそういう手の動きっていうのは体操にはもう特に不可欠ですので、もう少し追い込んで頑張ってもらったらいいですね。4種目安定した演技を見せました森村が 9.50 というこの床の演技、 NHK 杯得点森村は第3位と検討しました。
生放送でお送りしております NHK 杯体操、今ご覧いただいておりますのはもう競技は終わったのに、初日終わった、はい、朝日生命体操クラブの選手が練習を、ね、自由演技の練習してますね、はい、さあそれでは真田の跳馬の演技をご覧いただきましょう。高さがありますね。ね、伸ばした時にまだ跳馬の上っていうのがこの選手のいいところですね、いかに宙返りが高いかということで、はい、見事な 9.80 という跳馬の得点でした、はい、真田。さあオリンピック選考順位をご紹介しますと、女子は1位が真田、トータル 76.500、 守りましたね、はいはい、2位が篠田 76.425、その差が 0.075、 そして第3位が瀬尾、第4位が森、第5位が森村、第6位井上、第7位が七原、そして森尾が並んでおります。こちらの方も熾烈となってまいりました、初日を終わりましてこういう結果になりましたが、はい、加納さんいかがですか。朝日生命の選手が強いですね。やはりまあ、選手同士での、ライバル意識っていうのもあるかと思うんですね。でそれにもまして規定を着地まで追い込んでるという強さですね。やはり規定の中の技をそれをやるっていうことだけじゃなくて、もう折りまでまとめようという段階なんでしょうね。もう一歩二歩先を行ってるなっていう気がします。予想されました真田、それから篠田、こういったところは順調に初日を終わりましたが、はいね、はい、オリンピック最終選考順位、初日を終わった段階で井上が6位、それから7位が七原、森尾と、はい、この朝日生命関係以外ではですね、はい、京都の西山クラブの七原健斗、ね、頑張ってますね。大学ベテラン選手、森尾選手も頑張ってます ね。森尾選手も第7位に頑張ってますので、はい、明日の自由演技でどういう展開になるか。そうです ね。やはり5、6、7、8、またあるいは10位ぐらいまでっていうのはもう本当に僅差で詰まりますので、ええ、どういう選考会の時でももう失敗しない人が後に残るということで、ええ、やっぱりミスのない演技を期待したいですね。はい、一つの落下でその順位がですね、はい、7、8がひっくり返ってしまうことはね、たびたびこれまでの NHK 杯でもありました。さて男子の解説をお願いしました、剣持映像さんにも加わっていただきまして、男子は、はい、NHK 杯の順位が佐藤、水島、小西、寺尾、西川、山田、池谷、そしてオリンピック最終選考会の順位がやはり佐藤がトップで、西川、水島、山田、池谷、小西、寺尾という順位になったわけなんですが、はい、明日の見どころとしましては。そうですね、思い切ってぶつかってほしいですね、若い選手が。特に一般に入りますとそれだけのプレッシャーがかかりますからね、まあ、それを跳ねのびて晴れのオリンピック選手になってほしいなというふうに思ってます。2位に西川、そして5位に池谷と、はい、高校生2人が順調な初日と言っていいでしょうね。もう素晴らしいと思います私は、そして8位9位が加藤、本田、世界選手権代表、そして世界選手権のキャプテンを務めた神田が13位、そうですね、渡辺翔が17位、がどれだけ巻き返してくるか。はい、まあ7位から下というのは常に 0.05 ぐらいの争いなんですよね、0.025 とかですから、まあ、自分自身にいかに、悔いのない自分の体操ができるかというところじゃないでしょうかね。そうですね、はい、少数点以下の争いになると思います。どうも加納さん、健吾さん、ありがとうございました。今日は初日規定演技が終わりました。いよいよ明日は最終日、自由演技が行われます。ご覧の NHK 総合テレビで明日も最終日 NHK 杯体操をご覧いただくことになっておりますが、どうぞお楽しみください。それでは第1日目が終わりました。福井県の鯖江市総合体育館から今日はこの辺でお別れします。明日をお楽しみに。
北陸陣にも4日ぶりに青空が戻ってきました。福井県は鯖江市総合体育館、第27回 NHK 杯体操最終日です。ソウルオリンピックの日本代表が今日決まります。西川、池谷といった高校生が大活躍、話題も豊富な今年の大会。今日は豪快大胆なこの十演技の大技をたっぷりとお楽しみいただきたいと思います。まず女子からご覧いただきますが、放送席の方はこの NHK 杯で4連覇をしたことがあります、加納弥生さんにおいでいただいておりますが、加納さん、はい、女子も高校1年生トリオの活躍が注目されていたわけなんですが、はい、第1日規定の結果を見ますと予想通りになりましたね。そうですね、あの無難に規定をこなしまして、予想通りの順位ですね。また自由を迎えた人には違うもんですか。そうですね、今日の、まあ、予選の自由っていうのも最後ですし、思いっきりやってくれると思います。はい、さあそれでは、女子の NHK 杯昨日終わりました。この規定の結果をまずご覧いただきたいと思いますが、NHK 杯の方はこの規定の得点に今日の自由演技の得点が加算されます。トップに篠田、朝日生命体操クラブ高校1年生 38.600、 2位が真田 38.500 で、その差が 0.1 です。以下森村、森、瀬尾、井上、以上の順位で NHK 杯今日の最終日を迎えております。この NHK 杯をかけましたこの厳しい戦いが女子は続きました。11時半から演技が始まりました。 VTR でご紹介してまいりますが、予想通り篠田、真田の激しい戦い、まず1種目目の跳馬からご覧いただきましょう。真田の跳馬、今日は2回飛びます。その1回目です。抱え込みのかけます飛びですね、かなり高さも飛躍もあったようで、なかなか高得点が望まれるところです。1回目の得点が 9.75 が出ましたね。足もきちんと閉じられてますね、はい、そして今日はもう1回飛んで、その平均点が決定点ということになりますが、1回目が 9.75 ということで、さらに難しい技に挑戦しようということで。何を飛んでくれますか。はい、2回目は屈伸の力跳び、ひねりは1回。はい、先ほどは抱え込みという形で膝を曲げた飛び方でしたけれども、屈伸ということでもう一つ難しい飛び方になります。はい、この着手はどうですか、飛び込み。はい、後半の高さに十分見合うような低い鋭いスピードのある入り方ですね。早かったですね、はい、9.80 が出て決定点が 9.775。 真田好調なスタートを切りました。そしてライバルの篠田、まず1回目同じ高校1年生 NHK 杯は篠田が規定ではトップでスタートしました。真田が前に飛んでいい得点を上げました。その後の跳躍でした。おそらくロンダート入りの跳躍をやってくれると思います。今流行のロンダートからの伸身の違いですね、見事ですね。ちょっと足が開いてますけれども、着地までしっかりと決めてくれました。はい、満点で 9.90 という飛び方ですね、はい、このロンダート入りというのが今世界的に流行してますので、やはりこういう飛び方をしませんと世界に遅れを取るということで、はい、篠田選手昨年世界選手権で惜しくも失敗してしまったんですけれども、 9.70 回目、これが2回目、今度はひねりました。着地はどうでしょう、あのくらいで減点対象になりますか。そうですね、動いてないっていう点ではいいんですけれども、やはり足が前後に開いたということでは多少の減点になります。これは10点満点ですね。そうですね、見事に克服してくれましたね、去年の失敗を、9.80、 決定点が 9.75。 そして1種目目終わったわけなんですが、篠田、真田の差が0.075 ということで、まず1種目目終わったわけですね。さあそして2種目目に移っていきましたが、この瀬尾のですね、段違い平行棒をご覧いただきますが、この人は
この段違い平行棒は特に自信を持ってますね。はい、もうまた規定と同様にこの選手しかできないここからでしょうか。前方車輪というんですけれども、なかなか世界でもやる選手は少ないんですけど、西洋選手はもうしっかり取り入れてますね。はい、下で見つめる塚原一夫コーチがトカチェフも成功させました。はい、最後は森オーリー。はい、やっぱりこの選手のいいところは平行棒の技が豊富というところにあるでしょうね。 D が5つあったそうですね。立派ですね。 5D2C2B ですからね。はい、もう 9.80 という史上24人の中でも最高得点がこの段違い平行棒で出ました。瀬尾、そして朝日生命体操クラブの森村。段違い平行棒です。森村は NHK 杯第4位の今日のスタート。森村選手のトカチェフですね。ええ、今は段違い平行棒では男子の鉄棒と同様に離れ技が最低2つぐらいはなきゃ選手が出ないという時代になってきてますので、はい、もうトカチェフはもう必須の技ですね。ええ、最後は片足からの抱え込みのクレーター降りで、これまた D。 瀬尾選手に比べますと難度はちょっと落ちますが、そうですね、安定した段違い平行棒、はい、檻の部分ですね。はい、このクレー香りが女子の場合は一番安定しているように見えますかね。そうですね、後方形の着地ですので取りやすいでしょう。 9.40 という得点でした。森村はがっちり NHK 杯得点も上位をキープしました。 NHK 杯の争いは篠田、真田がずっと続いたんですが、3種目目森美恵子の平均台をご覧いただきましょう。22歳、朝日生命の社会人です。どちらかというとこの森選手は、私は平均台は上じゃないんですと言ってましたかね。あ、そうですか。まあ、予選ともなります平均台は選手にとって一番嫌な種目でしょうね。そうですね。はい、まあ、この第一班は3種目に入ってこの平均台に来たわけなんですが、一つの競技会の大きな山場。そうですね、幅が10センチしかありませんので、緊張の中でその中で失敗をしないで演技するというのはかなりのプレッシャーがあるでしょう。ドラマは絶対この平均台で起こってるわけですよね。そうですね。世界選手権にも2回出場していますが、今片足踏み切りからの前方宙返り。はい、から週末技ですね。集中してロンダートから2回抱え込み、はい、違いです。これは B になりますか。はい、なります。途中後転跳びの2回連続から伸身の宙返りという3つの技を連続して行ってますので、これも加点の対象になります。ここですね。この連続は見事でしたね。そうですね、平均台のその伸びている方向と同じ方向で重心がずっと移行しました。はい、得点が森は 9.20。 そして篠田選手の平均台入りをご覧ください。決めました。ロンダートからの後方伸身宙返り上がりです。高いですね。そうですね、スピードもありました。女子の平均台は3つの技のシリーズということが、流行しているんですけれども、篠田選手はそれが2つの技のシリーズなので、それが3つのシリーズになりますともっと良くなるんですけれども、かなりこの選手は安定してますので、はいはい、ここも2回なんですね。
高さが5メートルしかありませんからね。ね、シリーズも2回ですともう普通3回やってほしい。そうですね。しかしほとんどミスはないんじゃないですか。そうですね。篠田選手は平均台はだいぶ安定してきました。ええ、さあ檻の部分ですね。後方の屈伸の2回宙返り寄りです。はい、足が開いてませんでしたね。あのやはり2回の宙返りということで普通はあの足を開いて実施してしまう選手が多いんですけども、やはり篠田選手攻めてきましたね。ええ、篠田選手はその足の開きね、膝の締めというのがもう課題でしたが、ここご覧ください。本当によく決めました。よく引き上がってますね。もう平均台を見て、はい、綺麗になりましたね。落ちております。はい、そしてここは難しいと言われる前宙ですね。ずれません。 9.60 十分でした。こうして女子は3種目を終わりました。依然としまして篠田真田が1位に 0.075 の差。そして注目のオリンピック選考得点の集計は真田が1位、0.1 で篠田が追って瀬尾、森村、森、井上、7位森尾、同じく7位七原、そして望月という順位。7位の森村七原が 101.763 で同点で並んで最終の4種目目を迎えました。さてこれは真田選手の4種目目。結局 NHK 杯はここで 0.075 の差で、篠田が逃げ切るかどうかということだったんですね。はい、しかしこの真田選手は非常にこの手足が長くてですね、そうですね、羨ましいですね。見栄えがしますが、タンゴの曲に合わせ伸び伸びと演技してます。最終の4種目目に NHK 杯の勝負がかかって、まず先に演技をしたのが真田。弾かれたようですね。後方の高い込み2回宙返り、終末技で思わぬミスを犯しました。最後の最後でしたね。ここまではもういい出来だったんですけれどもね、あのやっぱり最後の最後で2回宙返りの着地を決めようという時に慌てて足を突っ張ってしまうのが特に失敗の原因となったりしますので、得点が 9.20 だったんですよね。やっぱり最後の部分でしょうか。はい、その真田選手痛恨のこのフィニッシュ。あ、やっぱりそうですね。やっぱりああいうところで着地を作るときに膝を曲げてしっかり受けて欲しかったですね。結局真田の得点は非常に難しくなったわけです。そしてその後にこの篠田が自信たっぷりの演技を見せました。心身屈伸の2回宙返りですね。はい、ハンガリア舞曲。まあ、女子のゆかも今は男子よりも先に技が先行してしまったんじゃないかと思われるほど難しくなっています。今の篠田選手のような心身屈伸の2回宙返りや、ね、ここから前宙から2回ひねりからすぐ切り返して前方宙返りという、はい、1つのシリーズの中に宙返りが3つあるんですね。
身の抱え込みの2回の宙返りでした。いい出来でしたね。はい、宙返りの高さ も終わった後の表情を見ればその選手の出来が分かりますが、真田にも逆転のチャンスはあったんですが、ミスをしてしまった真田、そして満足抜く演技をしました篠田、得点が 9.70 という、これまた今日ゆか最高の得点が出まして、 NHK 杯の3回目の優勝、2連覇達成を決めました。このテンポ宙返りお見事。 NHK 杯優勝は画面右の篠田、そして2位は真田という結果になりました。第27回 NHK 杯体操女子。ところで注目はオリンピック出場7人をめぐる争いなんですが、従いまして7位8位というところに、今日のこの放送皆さんにも得点をとと細かくお伝えしていこうと思いますが、3種目終わった段階で真田、篠田、瀬尾、森村、森、井上、森尾、七原が7位、9位に望月という段階で最終種目を迎えたんですが、この辺の6位から井上、7位の森尾、七原、望月のね、争いが注目されましたが、それまで6位だった井上です。さあその井上、最終種目でもゆかで思わぬミスを犯したんですが、とにかく1種目目の跳馬がですね、そうですね、あまり良くなかったですね。この転落がありましてね、ちょっとうまく涙がこぼれてしまったんですよ。突き手がロンダートから入らなかったんでしょうね。8.75、決定点が 9.025 です。もう二次予選で首を打ちましてね、私も審議会に行ったんですが、その時も首を打ったケースがあったんですが、どうも平衡感覚がですねまだ完全に戻っていなかった、そんなハンデキャップもあったようですね。あ、そうですか。9.025 という決定点に終わりまして、当然7人に入っていい井上が今日は調子が出ません。代わって21歳の森尾、大学4年生が着実な演技を進めていきましたが、この跳馬1回目をご覧いただきましたが、得点が 9.45、 決定点が 9.40 だったわけですが、いかがですか。そうですね、足もきちんと揃えてひねりを終えているところは良かったんですけど、もう少しここからですね、上昇がもう少しありますといいんですけれども、ひねり終わりが馬の下になってますね。はい、あれはやっぱり跳馬の限定の対象になります。そして森尾と七原、3種目終わって同点で第7位だったんですが、この思い切った跳馬、七原選手がやはり少し高かったでしょうか。今ね、得点 9.70 が出たんですよね。1回目 9.55 で、決定点 9.625、七原選手上がってきますね。はい、森尾選手と比べますと前半の足のばらつきが気になりますけれども、全体的な高さは七原選手の方がちょっと良かったかと思います。はい、こうしてこの7位で3種目終わって4種目目の跳馬だったんですが、この2人が頑張って、そして井上選手が4種目目のゆかでも 8.50 という思わぬ低い得点が出まして、この2人が一挙に浮上。結局オリンピック最終選考会の得点は1位が真田です。そして上位の7人をご紹介しますと、1位が篠田、そして2位が真田、3位が瀬尾、4位森村、5位森、そして6位が七原、7位が森尾、そして惜しくも8位井上選手は跳馬そして床の失敗がたたって、その差 0.25 の差で涙を飲みました。9位が望月、10位三沢というソウルオリンピック代表選考会の結果でございました。ということで井上さん、本当に残念だったんですが、日本のメンバー7人が決まりましたが、はい、このメンバーでソウルオリンピック女子は日本臨むことになりましたが、はい、このおさんどうでしょう。そうですね、ベテランも入ってますし、若手の高一トリオも入ってますし、楽しみなところなんじゃないでしょうか。やはりこういう予選会という大きな舞台でもやっぱり失
配をしないで十分に自分の力を出し切れるような選手が選ばれましたね。特に朝日生命勢に混じって京都西山クラブの七原、そして大学生の森尾が入ったということが注目されます。日本はロッテルダムの世界選手権9位でしたが、塚原千恵子チームレーダーは上位入賞を狙いますという試合後の談話でございました。オリンピックの舞台に美しさを競い合い咲き誇る体操界を彩る世界の名家たち、それは常に時代を超え永遠の輝きを秘めています。限られた舞台の中で人間の本来持っている美しさをどこまで表現できるのか、女子体操はその限界に挑むスポーツです。オリンピックの舞台に初めて女子体操界の歴史を変えた花の一人、それはソビエトのコルブトだと言われています。この観客を沸かせた彼女のアクロバティックな演技は技の時代へ移行する時代の先進性を感じさせるものでした。最後は自ら開発したコルブト折り、このオリンピックではそのコルブトが開いた技の可能性を10点満点という極限にまで引き上げた花、それは体操の妖精ルーマニアのコマネチでした。彼女の登場はまさに女子体操界を大きく変えたのです。このスピード、さあどうか、着地も決まりました。どうやらこれでナディア・コマネチの優勝決定です。10点、ついに3回とも全部10点。その後ロサンゼルスオリンピックでバネのような筋肉とパワーによって金メダルをもぎ取ったアメリカのレットンへと女子体操界の花は受け継がれていきます。決まりました、見事に決まりました。10点が出れば逆転です。出ました、10点が出ました、10点が出ました。来たるべきソウル、一体ソウルではどんな花が咲き、私たちにどんな美しさを見せてくれるのでしょう。非常に技で勝負しなければいけない時代、はあはあ、それからロサンゼルス、ちょっと待ってください。今これはチャンスラフスカですね。これがコマネチですね。技の時代に入ってコマネチになる、はい、やっぱりそれによって体型も変わってくるんですか。はい、非常にスリムになってますね。女性らしいふくよかな体からスリムになってます、それからロサンゼルスオリンピックのこのパワーですね、技術プラスパワーの時代、このようにたくましくなってますね。そうですね、パッと見て女性の体つき見ただけでも全然違いますもんね。それも非常に技術が難しくなりましてね、男子と同じようにムーンサルトや三回ひねりをやらなきゃいけない時代になりましたのでね、ははやはり細いだけではダメなんですね。そう、今度は筋力が要求される。そうですね、ね、だから太くたくましい体を作らなきゃいけないわけです、ね、だけどチャスラフスカの時のようなああいう体型ではない。そうですね、レッドの場合は筋肉ですね、はあはあ、ふくよかな感じじゃなくて、そうですね、はい、硬い感じですね。だからチャスラフスカなんてのは女性から見た時には非常にふくよかでこう成熟した女性っていう感じがしますね。そうですね、年齢も変わってきてるみたいですね。年齢的にも若くそうですね、チャスラフスカは 20代ですね。そうです、それからコマネチが15歳でチャンピオンですね、うんうん、だから年齢も非常に低年齢どんどん若くなって、はい、こういうことでございますが、さあこれだけ違ってきているんだよというところ山口さん、はい、見ていただきたいと思うんですが、まずこれをどうぞ。これは遠藤さんですか。そうですね、1回ひねりですね、はい、これを真田さんで3回ひねりですね、はい、このように難しくなってきてますね。さあ比べてください、いいですか。この辺は同じことをしていますね。同じですね、はい、ここからです。ここから1回、2回、3回と空間でひねってるんですね。彼女の方が複雑なことをやってますね。まだいいよ。これはチャフラフスカさんですね。平均台ですか。はい、これから駆け上がりですね。駆け上がりましたね、はい、これは私体育の授業でやりました。できました、はい、これはロンダートから心身宙返りをして上がるんですね。ただ上がっちゃいけない、はい、なんかしながら上がんなきゃいけないって時代になる。すごいねこれ、一歩踏み外したらえらいことって感じでございますね。さらにあります、これはコマネチの平行棒ですね、モントリオールの時です、ええ、
これやっぱり10点満点だったんですよ。まだバーが狭くてですね、このように車輪をやってないんですね。あの男子の鉄棒と同じようにう、ね、はい、車輪がこれは逆車輪ですね、それから持ち替えて正車輪をしたり、これから大きな離れ技トカチャフとかリンガーとかに入るんですね。でも駒の内の時代はそんなことはしなかった。そうですね、あの小さな宙返りはありましたけれども、バーの上を飛び越したりですね、そういう 大技はありませんでしたね。で、あの今、彼女は開脚をして平行棒ですか、2本あるところをこう避けるようにして難しい技に挑んでいるっていう、ここもすごいな。さあそこで本当に今の選手たちが難しい技をどんどん要求されてくる、これをですね跳馬を使って見てみました。実際に見てみたいと思います。それじゃああちらに参りましょう。説明してくださるのは、ご主人の塚原光雄監督でございます。ミュンヘン、それからモントリオールと鉄棒で金メダルをお取りになってらっしゃいますが、これは跳馬の開脚跳び、ね、はい、開脚跳びですね。開脚跳び、はい、はい、これをじゃあ実際にやって、これですね、はい、実際に選手にやっていただきます。おー決まった、はい、これ下が今日は練習ですから、はい、ふわふわしたもんでやってますから、そうですね、あれなんですか、ちょっと着地が、はい、はい、でこれを満点ですね、良かったですね、開脚跳びとしては満点、そうです、はい、で今ところが今はこう得点なしと。どういうことですか。要するにですね、ルールブックにですね、技としてですね、これが載ってない、もう相当初歩的な技になっちゃったと。要するに技術としてですね、認めてないわけですね。ですから得点なしと。得点なし。これをやる人はいないわけですね。あ、そうですか、はい、では次の飛び方を見ていただきたいと思います、はい、1回目です。シャスラフスカさんの山下飛びですか。そうですね、東京オリンピックですね、はい、あ、1個か。これでも高い点数出たでしょうね、当然出ましたね、はい、あの9点の高いって言うんじゃないですか。そうですね、これも今の選手たちは簡単にやってしまう、はい、じゃあ見ていただきます。はい、いや、なかなかいいですね、お見事で、これピシッと決めると、そうですね、これもですね、ああ要するに満点がこうと 8.8、 どんなうまくやっても 8.8 以上は出ない、今は厳しいですね。では次でございます。釣り引き輪と並んで2位です。1回目の跳馬です。よっと、これは随分複雑になりました。これでも相当綺麗に決まってるでしょ。ね、塚原跳びですね。元祖、元祖でございます。ありがとうございます。ではこれも今の選手は簡単にやっちゃう。そうですね。どうぞ。よっしゃ。いいですね。駒根内選手良かったんじゃないですか。ね、あの何度も申し上げますが、今日は練習、オリンピックまでに怪我しちゃいけませんから、ね、着地のところは相当柔らかいものですから、はい、着地は決まらないのは当たり前なんです。はい、さあ。今のは屈伸の塚原跳び、これは5と 9.5 満点。じゃあどうやってもあれでは10点は出ない。出ない。じゃあ今10点取るにはどうしたらいい。10点取るにはこういう技をやらなきゃいけない。こういう技をやらなきゃいけない。それでは究極の技、おい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 、やった、わかりました。入るときからちょっと違いましたね。いろんなことやった。まず入るときからね、人間が一回回転してるんですね、ちょっとわからないと思いますんで、この前の NHK でこれおやりになったそうです ね、はい、ね、じゃあその模様をちょっと VTR がありますので見ていただきます、はい、いいですか、よく見ててください、ここでいろんなことしてこうやってまたひねりながら降りると、はい、そうですね、これなんていう飛び方ですか。ロンダードからですね。ロンダード、はい、後方の伸身宙返りの1回ひねり、ここでロンダードをまずやります、回転します、後ろに飛んでいって手をつきます、そして空中に上がって1回半宙返りで1回ひねりと。わからない。わからない。もう頭の中ぐちゃぐちゃになっちゃう。それがデーという技ですね。デー。これだと、そうです。これだと、つまり10点満点。ここまでやらないとダメ。なるほど。平行棒ですね。はい、そうですね。今練習しているのが瀬尾さんですね。瀬尾さんですね。瀬尾さんはこれお得意ですか。ムーンサルトですね。ムーンサルトっていうのも旦那さんが確か初めておやりになったやつですね。はい、これは未だに生きてるんですよ、この技は。そうですね、あの女性では日本では2人ぐらいですね、できるのは、はい、さあその選手たちでございますが15歳、16歳ですね、はい、
いつぐらいから始めなきゃいけなくなったんですか。そうですね、やはりあの低学年から始めなきゃいけない。いくつぐらい。6歳ぐらい、7歳。6歳、7歳から始めなきゃいけない。こんなもんですね。その素質を見抜くわけですね、コーチは。そうですね、いろいろなあの観点から見ますけれども、まずあの体型ですね、手足が長い。手足が長い、はい、はそれから走るのが速い、それ脚力の問題ありますね、はは、それから、柔軟性ですね、それから性格、性格はどういう性格。やはり負けず嫌いなね、あのはっきりした性格ですね。やはり体操の技できるの長い時間かかるんですよね、だからやはり苦しいことにも耐えられるような性格を持ってるかどうかというようなことだとかですね、それから親の協力ですね。そうですね、はい、小さいお子さん預かるんですもんね、はい、親御さんの問題もいろいろあるでしょうな、はい、それから手足が大きいとか。手足が大きい、はい、はあ、それから胸幅が厚いとか、いろいろなところを見ます。胸幅が厚いってことはバストが大きいということではないんだそうですね。いや、やはり体力的なことですね。胸板ですね。胸板が厚いということですね、はいはい、ということで、それでは瀬尾さんの準備がよろしかったら、ぜひ、演技を見せていただきたいと思います。生放送でございますので、うまくいってくれるでしょうか。お願いします。これは息を整えてるんですか。そうですね、やはり集中しないとできないですから、はい、これ自然に入った感じがしますね、はい、上がりから手上がりですね、はい、それからここから逆車輪をします、それから2分の1以降をして、はあ、それから家が宙返りですね、それから下の場合移って、ここからトカチョフをさらにしますね、はい、ここから車輪の連続からムーンサルトですね。決まりましたね。いやいや、彼女も16歳でしたっけ。はい、そうですよね、だから山口さんね、はい、普段は彼女たちはまあ、高校生でございますよ。そうですよね、学校行けば本当に普通の高校1年生2年生なんですよね。そうですね。そこで、高校学校ではどんな生活をしていらっしゃるのかというところをちょっと撮ってまいりましたんで、ご覧ください。競技会ではいつもライバルの篠田、真田、瀬尾の3選手でも、3人は普段は同じ教室で机を並べる仲の良いクラスメートです。1年1組を代表して真田さんたちの印象を言います。瀬尾さんはちっちゃくておとなしくて、みんなにラッコちゃんって言われて親しまれています。篠田さんは人懐っこくてすごく明るいです。真田さんは真面目で頭がいいです。すごい、3人とも合宿とかであんまり学校来れないけれども、みんな心から応援してるので頑張ってほしいと思います。体を壊さないように頑張ってください。頑張ってください。金メダル取ってこなきゃ友達やめるぞ。せーの、ラコちゃん、みほちゃん、さんさん、頑張れ。ねえ、本当に普通の高校生ですよね、思い出しました。思い出しました。高校時代を。あったよ。はい。何か聞いてください、先輩として。トレーニングなんかもう毎日ですか、ソウルまでは。はい。休みたいななんて思うことある？特別ないです。ない。そこがすごいですね、やっぱり私は。柔道はあるんですか？あります。柔道お休みは。はい。体操はできないんですか？やっぱり毎日やってないと体こう。そうですね、毎日やらないと体がちょっとなまってしまいますね。ああ、そうですか。あともう一つ聞きたいんですけど、うん、みんなすごく細いんですけどね、ウエイトコントロールなんかはしてるんですか。特別してません。してなくてもこんなにスマート。練習がやっぱり大変だから、はい、それだけで。はい。食べちゃいけないものなんかあるの。やっぱり甘いものとか、うん、あまり。甘いものは何でですか、はい、先生。そうですね、やはり脂肪になってね、はあ、こういうところ年頃になると脂肪になりますので、脂肪がいけない、はい、重たくなると怪我をしたりね、やはり空間でね3回ひねったりするわけですから、非常に怪我につながりますので。なるほど、はい、筋力はいいけど脂肪はいけない。はい、いけないですね。辛いですね、ちょっとで、そのいよいよオリンピック、まだだん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 日にちが少なくなってきましたけど、見込みどうですか、福原さん。昨年 の, 世界選手権で団体9位なんですね、今の日本の女子の力は、
それで今年はですね、足の強い選手も揃いましたのでね、はい、やはり6位入賞を目指してね、みんなで頑張ろうと思ってます。6位入賞、はい、まずはね、はい、できればもっと上行きたい。はい、ね、それは行きたいです。皆さんどうですか？頑張ってきます。そうですね、頑張ってくださいよ。はい、ね、同時にもう一歩の左足でですね、選手のももを押さえときます。これ上がってきてしまいますからね、押さえておかなければいけません。でこの状態でしっかり押してあげます。で選手はですね、ここでポイントは、下の柔軟をされる選手、している選手はこの足をぐーっと押し上げようとする、こういう力を入れておくことです。で補助者はですね、これを一生懸命それに反発するように押すという、こういう形で、少しずつ少しずつこの柔軟性を高めていきます。はい、これも左右を行います。はい、続きまして左右開脚です。これは、それではですね、はい、次は、左右開脚ですね。これはね、ちょっとハードな柔軟運動ですけれども、こういう形でですね、左右開脚で前屈をします。後ろの人は、背中、腰をしっかり押してあげます。そうですね、こういう形ですね。その時に息を吐くようにですねやることと、もう一つはつま先、もも、膝、しっかり、力を入れておかなきゃいけません。これも大切なことですね。はい、柔軟です。はい、はい、包み込むような形でですか、包み込むような形でね。で補助する人もですね、最初、分かりませんので開いていてはいけません。足を包み込むようにしてつま先をしっかり押してあげます。特に2人組で行うときには、押しすぎないように、急に押しすぎないように注意してもらいたいと思いますね。こんな状態ですね、大きな怪我にですね、つながったりすることを防いでくれます。よくこの足首の柔軟をやってください。上の人はちょっと反動をつけて押してやってもいいですね。先ほどからですね、ジャンプした時にですね、はい、体のこういう締めがないです。いいですか？体を気をつけて、こう締めがありません。ね、膝がちょっと反ってしまいます。こういうのはダメです。しっかりガッと締めて、そういうことを気をつけて、踏み切りを力強く行います。はい。ね、もっと力強い方がいいですね。はい。そうですね、今高く上がりましたね。ポイントはですね、しっかり体重をかけて、ね、手の引き上げ、はい、はい、もっとしっかり足を締めて、そうですね、はい、はい、オリンピック代表選手7人が決まったばかりの女子体操、その中のなんと5人が朝日生命体操クラブのメンバーでした。中でも注目したいのが、実力、若さ、ともに群を抜く3人の高校1年生です。篠田美穂、14歳の史上最年少で全日本を制覇、全種目に安定感のある全日本チャンピオン。体操を始めてきた時からの大きな目標だったので。真田真希子、跳躍力のある演技で昨年の全日本に続き今大会も総合2位。全然そんな行けるなんて思ってなかったし、もう夢の夢っていうか。瀬尾京子、小柄ながらもスピードある演技で昨年の全日本に続き今大会も総合3位です。最大の目標だから、それに選ばれたのですごく嬉しいです。そしてこの3人を支えているのが監督塚原光雄さん。あの月面宙返りを引っ提げ3度のオリンピックに出場、5つの金メダルを獲得した体操界の第一人者です。奥様千恵子さんも元オリンピック選手、2人の息の合った指導が今までにも多くの一流選手を育てています。今回はあの3人に関しては問題がなかった。
やっぱりトップクラスの連中がね、やっぱりプレッシャーがかかった中で立派に演技をしたということは非常に評価してますね。二次選考会、真田は床で日本人初の屈伸の月面宙返りを披露し、篠田を抜いて持ち点でトップに立ちました。しかし全日本2連覇の篠田が意地を見せ、最終選考会では危なげない演技。逆に真田は最後の床運動で気負いすぎたのか、リータイムスを犯してしまいます。ひとたび競技が始まれば、勝つか負けるかの厳しい世界。真田さんとか瀬尾さんに負けれないっていうのがある。順位とかあんまり気にしなかったんですけど、もうすごく残念でした。まあそんな彼女たち3人はクラスも同じ大の仲良しなんです。まあ、たとえ全日本のトップ行く3人といっても、そこは15歳16歳女子高生。佐田岡さん見てください、彼女たちの表情。まあ練習はね、試合の時とは全く違いますね。そうですよね、伸び伸びしてるっていう感じですけども、まあ、学校では試験の成績にも悩んだり、男の子の話に夢中になったり、本当にごく普通の女の子に戻ります。こうやって同級生も応援してくれてるんです。授業中はまあしっかりっていうか授業勉強して、休み時間とかはいろいろみんなと喋ったりして。みんな一緒にお弁当食べたりしますよね、はい、お腹いっぱい食べたいとか思う時ない？やっぱり人にはできないようなことをやってるから、そういうことはちゃんと我慢してやってます。やはりどうしても食べたいとか遊べたいとか、まあ、あの子たちの周りにいる子どもたちがそうですから、そういうところでなぜ自分がね、こういう苦しいことを しなきゃいけないかと思って、悩んだ時期もありますよね、子どもたちは。最終的にはこの食事の問題がね、一人で管理できるようになったら一流だよって言ってるんですけどね。ソウルでは入賞の6位を目指す日本女子。昨年の世界選手権では9位でしたが、今年5月に行われた4カ国対抗戦では世界トップクラスのソビエトや中国を相手にチーム優勝を果たしています。どんなうまくやっても勝てなかった。ソ連とか中国でどんなことしても日本はそう、どんな逆立ちしても勝てなかった。ところが今正直言って、この間のソ連も中国もちょっとミスしたね。そういう一つ二つのミス があると日本が優勝するまでの技術レベルに達してきたということですよね。